京都です、今日はですね、重量挙げのすっごい選手がいるそうなんです。会いに来ました。ありました、この高校です。こんにちは、斉藤さん。斉藤です。どうも、こんにちは。初めまして。いや、本当にウェイトリフティングやってますよね。はい、そうです。思ったよりなんかすごいスリムですね。斉藤里美16歳、今年5月の全国女子重量挙げ選手権でいきなり自らの日本記録を30キロ近くも更新し、トータルでは世界第2位に相当する日本新記録をマーク。まだあどけなさの残る笑顔からは想像もできないそのパワーが11月の世界選手権でも爆発。日本人初参加の最軽量44キロ級で見事4位入賞を果たした小さなリフター、斉藤里美。重量挙げをね、始めるきっかけを聞きたいんです。きっかけ、はい、どういう感じ。最初中学校の時は、陸上部だって、陸上の補強の一環として勧められてやっていくうちに、重量挙げが本当に楽しくなって、私も重量挙げで世界を目指したいなと思って重量挙げの方に変えていきました。ずっと赤い面白い名前ですね、このクラブの名前が。名前っていうか、何くといいんですか。気に入ってます。みんな重量上げた時、うらーってやるでしょ。その時やっぱ何くとって言うんですか。いや、言いません。そういうことは言わないですか。今何キロぐらいを上げるんですか。スナッチでは、ベストが 62.5 で、ジャークが80キロです。だいたい、じゃあ、ね、こういう小さな体で僕を上げると同じぐらいですね。こうやってね、不思議なんですよ。どこにそういう力が入ってんのかなと思ってね。じゃあ俺挑戦してあるじゃないか、本当に。くそったね。16歳。絶対、やっぱ重いね。16歳ですよね。はい。いや、若いな。何が楽しいですか、練習やってない時は。今はやっぱり友達と喋ったりすることです。すごい明るいもんね。明るいというかね。やっぱりそれが楽しいですか。はい。それで、まあ、世界選手権やったんだけど、その雰囲気とかどうでした。はい、試合の時のプレッシャーとか。試合の前とかは自分に練習してきたんだから、やれるって言い聞かせていきます。じゃあ今練習でも楽しいですか。練習やって。はい、楽しいです。はい。番組の方からですね、トレーナーを、ね、練習でまた来てください。こういうやつを。ありがとうございます。この良さでいいですね。一時一時丁寧に書きますね、斉藤さんね。結構男らしい字を書きますね。よし、今日はもう帰れるぞ、これで。どうもありがとう。見てください、このサイン。本当にね、純真なサインですよね。テストに名前書くようなね、サインですけどね。あの体見ました。見ました。僕がマジになってね、本当にあれ、本当は軽いんじゃないかと思うぐらい、でやってみたんですよ。153センチでしょ、この。そうです。それが なんかね、こうマジックを見てるような雰囲気にならしてくれる。もう体中これエネルギーという感じですよ。でも喋るとね、すごいこうシャイでね、可愛い女の子でしたね。目がとっても可愛かったですね。はい。で、以上、佐藤さんのコーナーでした。はい、コマーシャルの後はサッカーの天皇杯をお伝えします。スポーツチャンネル